友や、早かったな。まあまあ、10分は誤差範囲だろ。おい、あそこにしようぜ。おい、何ぼんやりしてんだ。これか。これはな、普通の紙もルーズリーフのようにしてしまう文明の利器があるのだよ。すげえだろそれ。これがあれば何でもファイルできるんだぜ。ん？商店街の文房具屋で見つけたんだ。さて、俺はそろそろ帰るぜ。お前はどうすんだ？じゃあ俺はここで。お前はあれ買いに行くんだろ。いやほら、なんか物欲しそうな顔してたからな。ああ、バッチリと。ま、俺は帰るからな。じゃあな。おう。じゃない、どうしたの、こんなところで。こんなところってわけでもないか、学校の近所だもんね。こんにちは。で、どうしたの。え、勉強するんだ、偉いじゃない。これは画期的にあげるひまわりの種なの。ハムスター、ジャンガリアンハムスターの画期的組
がいるの。ガブルちゃんもいるよ。こっちはロボロフスキーなんだけど、今度見せてあげるね。まあまあ、そのうち。ところで、トモヤ君は何を買いに来たの？トモヤ君、自炊するんだ。何それ、体に悪いよ。そっか。あげよっか。今日はこの後用事があるからダメだけど、明日以降ならいいよ。あ、おせっかいだったかな。じゃあまた今度。よかった。じゃあまた今度ね。頑張っちゃおうかな。いけない、もうこんな時間だ。私帰るね。また今度。じゃあ。
何？怖くないってば。そんなこと言って、トモヤの方が私より怖がってるんじゃないの？じゃあ絶対乗らなかったと思うよ。トモヤが一緒だったからね。あ、それよりさ、これからどうするの？それで時間に遅れちゃったんだけどね。お弁当？いいよ。私もお腹空いちゃったし。ね、どうだった？美味しかった？よかった。実はね、今日はトモヤの好きなもの入れたんだけど、わかった？本当にわからないの？じゃあ行ってみてよ。あったり。
ともや、唐揚げ好きでしょ？それじゃあ、ご飯も食べたし、次、あのフリーフォールに行こね、ともちゃん、逃げたりするのよ。でもちゃんと謝れば許してもらえたかもしれないじゃない。それを言うなら勝率記録が、じゃない？だって一回だけ捕まったことあったもん。あったよ。小学校の近所のあの大文字じいさんのお城みたいな豪邸に忍び込んだ時。今ではあの豪邸も他人の手に渡っちゃってるみたいだけど、とにかくそこにいつものともちゃん、あやちゃん、ゆえの3人で忍び込んで、そしたらいきなりともちゃんは何を思ったのか、庭にあったプールのように広大な池の中に飛び込んでいって、時価何百万円もする錦鯉をとっ捕まえ始めたの。それからその捕まえた鯉を近くに落ちてたゴルフクラブに紐だか針金だかなんだかで結わいつけて、
んで、それを振り回しながら、バイバイリアルこいのぼりなんて言ってはしゃぎまくって町内中を駆けずり回った挙句、最終的には近所の人に通報されて、あっけなく御用になったと。思い出した？ね？そうだったの？感じてないでしょ。やっぱりね。このドリアンセットね。バレちゃった？パン代サービスしてまでやったセミのジョークよ。アンパンのお金でドリアンパンを食べられるんだから。お客様、ご一緒にタバスコプリンはいかがですか？こちら新製品になっております。いらっしゃいませ、こんにちは。それはそうと、ちょっと放課後来てくれないかな。そうそう、放課後。ちょっとだけ頼みたいことがあるんだ。取っといてあげてるでしょ。ちょっとは恩返ししなさいって。じゃ、今度は頼んだからね。約束ね。お目覚め？どういう意味よ。誰が赤ん坊で、誰がお母さん？止めて欲しかった？まあ、私が
が母親だったとしても、三上くんみたいな手のかかる子は勘弁してほしいな。隣近所に知れたら、次の日には引っ越さなきゃいけなくなりそう。ま、冗談はともかくとして、もう少しだからちゃんと起きてなよ。